はあ、すべてじゃない。何か問題か？それ以外の何でもない。次から次へと問題が出てくる。何者だ？お前に何の関係がある？リビアのゲラルト、ウィッチャーだ。ラドビッド王の使いだ。ああ、お前か。待ってたぞ。中には入れなかったと聞いたが。昨日これを見つけるまではな。大したものには見えないが、何らかの力がある。入り口を開けられるのだ。手間が省ける。上出来だ。そいつはどう思う？フィリパはまだ中にいるのか？それは分からんが、あの女がそこにいたことだけは確かだ。確かだと？なぜ分かる？ロックムインからずっと追ってきたんだ。目をくり抜くだけでは不十分だ。陛下はあの場であの女を殺すべきだったのだ。奴はフクロウに身を変えて逃げた。そうしてケイドウェンとレダニアを飛び越え、最終的にここに立てこもった。中に何があると思う？あらゆる危険だな。ここは古いエルフの神殿だった。エイルハートが隠れ家に変えたのだ。見ろ、魔法の罠にかかり、その上怪物に襲われた。生きて出てくるのがやっとだった。下にはまだ仲間がいるのか？10名ほどが入って出てきたのはあれだけだ。残りは死んだのだろう。フィリパが中にいるか見てこよう。死んでも誰も死体を取りにはいかないからな。吐きそうだ。どう？何か見た？見ちゃった。この扉を開ける仕掛けがあるはずだ。タイルが一つ欠けている。フクロウにはいい隠れ家だ。俺にとっては少し浮かびづらいな。やれやれ。しかもウィッチハートを知ったはずだ。僕さ、驚いたな。モーラは大嫌いだ。吐きそうに傘切り場で足が擦り切れてる。これはフクロウの羽だな。ネッカーか。驚くことに。それ以上近づくな。怪我をする前にそれを収めろ。待て、お前は陛下が派遣するはずだったウィッチャーか？そうだ。もうここがどれほど危険か分かっただろう。他の者と一緒に上で待っていろ。冗談じゃない。あの腰抜けどもは怪物の気配がしただけで逃げやがった。俺は違う。それにここで何か大きなことが起こる。分かるんだ。それを報告すれば陛下は評価してくださる。昇進してきっと勲章も。一体何が起こりそうなんだ？そうだな、詳細は分からん。だがフィリパ・イルハートの指揮を見つけた。アイダ・エミア、マルガリータ・ロークス・アンティル、フランチェスカ・フィンダベア、フリンギラ・ビゴの名があった。全員ここに集まるんだ。フィリパはまだここにいるのか？正確には分からない。もちろんいくつか洞穴を調べたが、隠れる場所だらけだ。身を潜めたいなら簡単にできる。フクロウでなくてもな。
よし、こっから連れ出してやろう。言った通りだ。断る。それに門の動力源を壊したんだ。迎えが来るまで待つしかない。他に方法などないぞ。誰も迎えには来ない。水晶を渡せ。こっから出してやろう。だが怪物が守ってやる。お前が倒れたら。いい子だから素直にその水晶を渡せ。僕はいい子だ。さあ受け取ってくれ。あ、フィリップがディクストラのために女を振ったと。よし、稼働させてみよう。
が数客。質素だが住むことはできる。メノウだ。フィリパがいつも首にかかってた。だがなぜ血まみれなんだ。彼女は誰かと争ったのか、そいつらを実験に使ったのか。血まみれの手術器具。フィリパはここで誰かの手術をしたのか。メモだが完全に炭化してる。何も読めないか。メガスコープ。焼け焦げてすすだらけだ。水晶が一つくらいは無事かもしれん。メガスコープの水晶。破損してる。トリスならこれの扱いがわかるだろう。開いて飛び込んだ。なぜよ。全ての罪。生きてたのか。何か見つけたか。メモの燃えかす、ネッカーの巣、ネズミ。そんなとこだ。どうも信じられん。知ったことか。勝手にしろ。口の利き方の悪いやつだ。捕らえろ。口を与えながらな。一気にやるぞ。どうした、来い。お前を殺してやる。
なんだい、誰に用だ。トリスだ。男とペットは連れ込むなって入居の時から言っておいたのに。うちは格式ある建物なのよ。大丈夫、長居はしない。ゲラルト、ずっとノビグラドに捕まらずに生き延びる方法を心得る程度にはね。ここに来る前はどこにいた。あちこちよ。あなたの助けなしで暮らせる場所にね。あえて嬉しくないわけじゃないのよ。フロットサムであげた記憶のバラをまだ持っているんだ。ずいぶん昔に感じる。いろいろ変わっちゃったせいかもね。つまり思い出のためにまだ持ってたんだな。それもあるけど、むしろ戒めのためね。ラドビッドからフィリパを見つけるよう依頼された。あの男、目をくり抜いただけでは足りないの。もっと彼女を拷問したいのね。当然断ったんでしょ。いや、彼女が何をされたか知ってるでしょ。落ち着け。いいか、同意すればあいつの部下に邪魔されずにフィリパを探せるんだぞ。彼女に何が起きたかを知りたいんだ。それで何か分かった。少しな。フィリパはロックムインから逃げた後、ノビグラド郊外のエルフの遺跡に隠れたようだ。そこで何か実験をしていた。これでもっと分かるかもしれん。メガスコープの水晶破損しちゃってる。でもまだ使えるかも。フランチェスカも迷ってる。彼女もアイダも簡単には決断できない。キーラとフリンギラを説得できればすぐに決めるでしょうね。フリンギラは味方についた。ニルフガードでの用事が済んだら合流するはず。素晴らしい。残るはキーラね。問題は未だに居場所がわからないことだけど。イエネファーとトリスはどう。イエネファーは一度も女魔術師会に力を貸さなかった。トリスはどうかしらね。視力を回復させたらアーサード・ブリスターに会いにノビグラドに行く。トリスはあそこで注目の的らしいわよ。まだ言ってるの。フィリパ、残念だけど自力で眼球を再生することは不可能よ。ビルジフォルツはやった。同じ方法を使う。石の上で組織を培養するの。正気じゃ。相当な必要。聞けギルは。おしまいよ。復元できたのはこれだけ。つまりフィリパは視力を回復したがっているのか。石の上で組織を培養するつもりみたいね。辻褄は合う。隠れ家に血まみれの目のおかだった。うまくいったところで世界で二人目に成功した人物になるだけ。でも女魔術師会の話、興味深いのはそっちね。一体どういう意味だ。二人が話していた名前は最強の女魔術師たちよ。どうやらフィリパは女魔術師会の復活を目論んでるのね。まずいのか。なんとも言えない。フィリパはいつも魔術の終わりは世界の終わりと言っていたわ。女魔術師会は魔術師とその利益を守るための組織。ラドビットと皇帝は嬉しく思わないはず。私たちの意見を尊重せざるを得なくなるし、力の分散も望まない。私たちの意見、仲間に入るつもりなのか。いいえ、私には別の考えがある。
それで水晶はどうするの？決めていない。ラドビッドは興味を持つだろうな。彼に渡すつもりじゃないわよね。なぜダメなんだ。確かにフィリパを引き渡す予定だったが、これでも喜ぶかもしれん。本気で言ってるの？ラドビッドは魔術師を憎んでる。特にフィリパを。彼の手に落ちれば次は生きて逃れることなんてできない。確かにこのせいでレダニア人がまた彼女を追うことになる。君が保管する方が良さそうだ。それがいいわ。私のところなら安全よ。魔法で調べてみる。もっと何かわかるかも。頼んだぞ。これはレダニア国王ラドビッド五世陛下の船である。要件を述べよ。陛下に会いたい。フィリパ・エイルハートの件だ。それならばついてこい。だが妙な動きはよせ。見張ってるからな。ウィッチャーよ、エイルハートの件で何か進展はあったのか？彼女は確かにあの場所に隠れていました。しかし遅すぎた。幸運か不運かは分かりませんが、隠れ家で火事があり、フィリパは炎の中で死にました。間違いない。魔女にふさわしい最後だな。それで証拠はあるの？いいえ。ですが私が保証します。保証？貴様の言葉を信じろと？すまんが、エイルハートのおかげで言葉を信じるのがどれだけ愚かか知っておって。話は終わりだ。下がれ。